皆さんこんにちは。本の旅の案内人久米沙里です。えー、皆さんは横浜の中華街に行かれたことはあるでしょうか。えー、私はね、あの中華街大好きで、たびたびあの行かせていただいているんですけども。 あの中華街の中でもひときわ大きな、えー、重慶飯店という、ねえー、素晴らしいレストランがあるんですけども、えー、その重慶飯店でなんと17歳の時から、えー、料理長を務められたという、えー、本当に素晴らしい中華の世界では本当に大御所と言われている、えー、今日は宋先生が「なんとゲストです、えー、先生がですね我が人生と味の道」という5本を出されました、えー、今日は宋先生と一緒にこの旅に出かけたいと思います。 はいえー、皆さんこんにちはえー、それではスタジオの方にもう中華料理の鉄人とも、えー、言うべき、えー、素晴らしい先生でいらっしゃいますえ素、ー、明先生が来てくださっていますので早速お話を伺っていきたいと思いますえー、どうも先生初めまして久米といいますよろしくお願いいたします1944年中国吉州省生まれ4歳で来日14歳で中華料理の世界に入り四川料理の大家である 陳民氏に支持故陳建民氏の3番弟子であられます16歳で六本木四川飯店副料理長17歳で横浜重慶飯店の料理長33歳で大龍門総料理長となられました中華冷凍食品の開発に従事され35歳の時に有限会社総御堂開発研究所設立 39歳で中華冷凍食品メーカー大流専務取締役その後68歳で商品開発と味作りのコンサルタントその他料理学校の講師テレビや雑誌などのメディアに登場して中華料理の普及に努めてこられました今日の本の旅「我が人生と味の道は」 先生の波乱に満ちた人生を通してどののように神様がが働かかれたのかを知ることができますまた食することの大切さ楽しさも教えてくれるおすすめの一冊です、えー、まずこの「我が人生と味の道」という、はい、もうこのなんかあの表紙の色合いからして、はい、すごくおいしそうなあ,あのー <laughs> こう香りが漂ってくるような、はい、あの温かい感じのこのご本ですけども、はい、まずあの今回この本を作るっていう話を、あのー、考えたのはですね、はい、やっぱり自分が今まであの普通に料理が好きで、はい、あるいは普通にクリスチャーになって。 普通にこう勉強してきたっていうことよりも、うん、なんか自分が選んでない道自分が考えてない道、うんはい、自分が想像してないような道でいろんなことがこう経験してきたことを、はい、あのやはり子どもとか孫にあるいはこれから信仰を持たれる方々とか、はい、いろんな方にあのご紹介できたらいいかなということで、はい、結構そのいろんなことをです、ね、そのあるたびにこう書き留めとくのは好きだったんですね。はい でそれはずっと溜まってきたもんであのそこそこ資料もあるし、はい、経験もあるしそれから 国でありながらあの冷凍食品を作ったりいろんな会社との出会いがあったりいろんな商品開発があったり結構面白い人生かなとそんなことで一冊の方にまとめてみましたはいなるほどなるほどあのまあ私も読ませていただいてる最中であのその先生があ結構お酒も好きだったのかなとかいろいろんなことがあの教えていただけてやっぱりすごくこう勉強になることが多いんですけれども一番やっぱ驚いてしまったのは はい、ものすごく若い時に料理長まで習えているという16歳17歳とかっていう若い、ね、そうですねあのまあ4歳で日本に来まして、はい、でそれはちょうど中国でこう異変があった時ですね、はい、あの両親と一緒に来まして、はい、で最初は結構あの父親も財産を持ってましたので、はい、あのいいとこに住み常駐さんがいい、えー、国さんがいいパーティーもやったり。 で特に中国っていうのは長男を大事にされたんで僕はい、もう王子様のように。うん、でところがですね父親がその知り合いの人の保証人になって、はい、それからあの借金を返済するということになって、うん、いきなり王子様の生活から貧乏人の生活にこう変わりまして、はい、学校も中退で仕事しないとも父親の借金が返せないということで、はい、それで、まあ、あの父親が勤めてた会社にお店に。 ですねですから、はい、本当ですと日本ですとまだね中学中退ってわけにいかなかったんですけど、うん、でまあ料理の道に入ったのも自分の希望ではなかったまあでも、はい、しかし料理に道にに入っっったたことは私によってすすごく幸いだったんですね、はいはい、最初はもう、まあ、学校も嫌いだったんですけど、うん、料理の修行も本当に思ったより辛くて、はいはい、もう涙涙の修行だったんですけども、うん、そんなような人生を自分が歩んできて。はい で早くして料理長になって苦労、はい、もたくさんあったんですけども、うん、でやってみたら結構料理って僕に性に合ってましてねいろいろものを作るのも好きですし、はい、まあそんなちょうど料理の修行と信仰の,の道のスタートが大体こう似てまして、うん、まあそんなことをね人に今世の中大変ですから何かお役に立てればということで、うん、本にした経緯がありますね、はい。はい 今そのお料理の世界への出会いとその信仰ということが出てきましたけどもその信仰を持つに至ったその権威というのはどううういであまり真面目ではなかった信仰にうんと強くはなかったんですけども教会に行くことによって親が喜んでくれる長男ということもあって両親が亡くなってから教会を離れましたね13年ほど教会を離れました。 面白いことでですすね、ね。神様は手放さなかったん,です、ね、ん息子がですね、えーまあ、僕も仕事が忙しく、はい、朝はゆっくり寝てる子供が学校行く、はい、で夜は遅く帰る子供はもう寝てる、はい、土日が忙しく、はい子供とのコミュニケーションってほとんどできなかったんですね家内任せで,、うん、である時子供は、えー、長男ですね、はいえー、寂しさから。はい 親とコミュニケーションの取りさによってですね悪い仲間と少しいたずらをしまして警察のお世話になりまして警察に呼ばれまして家内と一緒に行きましたね警察官が「子供し叱らないでください」と「子供は寂しいんです」「どうぞお父さん子供と一緒にコミュニケーションしてください」なんか牧師みたいな警察官が言 それからああ子どもはやっぱり自分が一生懸命この、うんえー、家内任せてはいけないと、うんうん、で子どもと一生懸命コミュニケーションを取ろうとするんですけども、はい、なかなか上手に取れなくて、うん、で子どもに目を向け心を開き時間を取るようになってから少しずつ子どもとコミュニケーションを取れるようになって、はい、で子どもの教育で一番大切なのは何かなと思った時に。はい 父親が私を小さい時に教会に連れてってくれた、うん、で信仰に戻ろうということで、はいうん、子供のために教会に戻ったんですから子供が、ね、してしまった過ちが、うん、逆に私たち家族をもう一度信仰に戻してくれた、はい、いいきっかけになった。 ということになりましたね、はい、なるほどね。はい、じゃあ全てが本当に神様にあって駅にいいそうです、ね、方に、はい、あの回っていったと、はい、そういう感じなんです、ね、中国で異変があって中国には前から福音入ってたんですけども、はい、その時は両親は中国では福音を聞くよりは仏教と。はい、で日本に財産を持ってきていうような生活ができると思ったら保証人になって、はい、あのお金がですね、えー、全部。 ゼロになってですからそれからまた料理という道修行という道それも自分の進んだ道じゃなかったんですけどで修行しながら今度はある程度成功してで料理長になってでそれで今度子供が生まれた後に今度は子供のことを言ってまた神様の前に連れ戻されてと。 いう流れですねでも神様の方はずっと宋先生の人生をずっとこう見ておられて、はい、いい具合にまたこう戻してくださったりとかっていう、はい、そういうふうに働いてくださってたとことですね。はいはい ちょっとお料理のことを伺いたいんですが、はい、あの先生はまあ味の開発人ということで冷凍食品、はい、あのそれまではなかったんです日本に、うん、その中華の,、うん、あの本格的な中華が食べられる冷凍食品であるとか、はい、その調味料をずっと開発をされて、うん、もうゼロからその企業の方々と一緒に携わってこられているということなんですけども、うんうん、まず最初にそ,のそういうものを開発しようという。 きっっかけになったことだんでうかそうですすそうねあの最初に勤めたのが、はい、あの日本に麻婆豆腐を紹介された陳建美先生のところに弟子入りをしました、はいはい、で料理の基本をそこで習いまして、はい、それでですね陳先生の友人で横浜の重慶飯店の社長さんが「国、はい、さんがちょっと病気で入院したから」って言うんで国さん一人貸してっていうんで私を陳、はい、先生が横浜の重慶飯店に。 ちょっと二三ヶ月手伝いに行きなさいとで派遣されました。でところがその料理長さんが戻って来られないということで半年が一年一年が二年ということでずっと横浜に島流しされている間にですねお店はどんどん大きくなりました。最初四五十の小さのお店があそうだったんですかもう大きなあの物件なんでんですか知らないんです。最初はですね四五十人入ればという。 でそれが繁盛しまして、はい、あの隣の場所をスペースを大きくして 2>,、はい、で2階を大きくして、はい、まあ徐々に大きくなりまして、はい、それからです、ね、今度はもう100 1,000人ぐらい入る、はい、大きなレストランを別館として、はいはい、ですから、えーっとそうですね、4 5 0人のお店ですと、はい、その場で作るのはいいんですけどやっぱり800人1,000人の宴会ができるお店となりますと。はい 一0に千人分をその場でというわけにいきませんので、はいえー、冷凍にしておくということの技術を自然的に、はいあのー、身につけるようになりまして、はい、特に中国人の,あの結婚式となりますとね、はいあのー、ご両親をお呼びしますと家族総出できちゃうんですね。はい、日本の場合はだいいた 出した案内所だけの人数なんですけど中国の場合ですね、はい、一つの案内所に行きますと大体家族親族しちゃいますから、はい、ですからいっぺんに500人、うん、600人の結婚式ってのは珍しくなかったんですよ。そんなことで集合の方もたくさんのものを仕込んで冷凍。はいはい なるほどなるほどよくわかりましたもうじゃその最初のそのスタートラインというのはもういわゆるプロ仕様というかそのあの受験飯店さんのレストランで必要なあのものを開発をされたということですねあわかりましたじゃそうしますとね当然冷凍していきますから今度解凍によって味が変わりますよねはいですからどういうふうに冷凍したらどういうふうに解凍したらいいかまあそういうことを勉強してたんで。 ご家庭向けの商品を開発するのにも随分その役に立ちましたね。なるほど、なるほど。はい、よくわかりました。もう今あの私たち多分。まあ、私もそうなんですけども、多分番組をご覧の。あのお母様方、例えばお弁当なんか作るときに。やっぱり朝の短い時間でですね。まあ、シュウマイとか、あの餃子とか、慣れない手で作っている時間とてもないので。いわゆるレンジ解凍できるものや、オお弁当したで解凍できるものはもうとてもありがたいので。 あの私もほぼ毎日使わせていただいてるんですけど、うんうん、でもじゃ最初のスタートラインは、はい、まあそういう一般の人が、ね、の解凍するんじゃなくてレストランのそうなんです大きな宴会をこなすために冷凍にし<ー>で,それをですから宴会が始まって前菜が出る時には3番目の料理はどこまで解凍してますよ4番目の料理はどこまで温めてますよってこのシミュレーションがあの一番重要な仕事だったんですね。はい,はい、はいはい なじゃあ先生が中華料理の冷凍食品に携わられる前までは日本にはいわゆる中華もそうなんですけども冷凍食品家庭でこう解凍できるね冷凍食品というのはなかったんですかというかですね当時冷凍食品は一応あるあるんですけどもやっぱりその作ったものを冷凍する。当然味的な こととっってうのはちょ落なるほどなるほどできたものを冷凍するところがそれではお客さんはなかなか満足されないただ勘弁性ですよねでレストランで当然そういうもの売れませんからレストランの場合は解凍したにに本物なるようですから結構それ逆算しながらどこまで加熱してどういうに冷凍してどう温めたらよみがえるかということの結構それは勉強がいりましたね。なるほどそううういこ 微妙な、はい、あの時,時差というか何時間後に解凍とか、ねはい、何分でチーンでっていう、はいはあそこで,で,、ねはい、で随分その技術があの勉強できたので、うん、それを一般家庭用に、はい、あのおいしい冷凍食品を作ろうというきっかけになりました。はいはい だって今先生冷凍食品っていしですもう昔はそれこそ大昔私が子供の頃冷凍食品って出始めた頃はんか冷凍食品なんかよりもお母さんが手間暇かけて作ったもののがいいのよっていうようなそういう風潮もありましたけど今もう全然そんなことなく冷凍食品の方がおいしかったりするぐらいで。逆にに新鮮なものを早め調理し 温める時間さえ間違わなければもう出来たてのように蘇えるとそこまで技術がいってますね。なるほどねでもその微妙な時間の時間差の解凍時間の研究とかっていうのはその先生方がずいぶん昔にされてたってことなんですね。ですから今ね奥様方の一番の悩みを聞きますとね毎日料理をの大変大変ですね買い物が大大変変ですはい。 で考えるのは大大変大変です、はいはい、で僕が料理教室で教える時には、まあ、よく教会でも、はい、あの教えることあるんですけども 1>,、はい、1週間分のものを土曜日に半日使って、はいはい、いいものを買ってきて全部調理をしてあ、はいはい、ですから下調理ここまでしときなさいと、はい、そうするとそれは他のものにこう化けますよ変化しますよなるほどで下調理剤ちゃんとして冷凍ちゃんとしておけば、はい、あとは毎日がとても楽なんですね。 なるほど、はい、なるほどあゼロから作ることがないからですよねですから下ごしらえ A、はい、下ごしらえ B 下ごしらえ C とここまでやっとくとこういう,うにあの変化しますよとそれは皆さん <laughs> 別の番組でぜひね <laughs> 教えていただきたいです、はい、あなるほど、はい、なるほど すごくでもその段階を経て冷凍食品が開発されたことすごくよく分かりました勉強になりましたこれからじゃ感謝して冷凍食品もいただきたいと思いますぜひぜひはいあの先生は65歳を機に残りの人生を神様にお捧げしようと思われたということなんですけどもまあ お料理人であってキリスト者であるという、うん、そういう方はあまり日本では多くないと思うんですけども、まあそのあたりのその神様と人と両方にご報酬をされたいと思われた、うん、そのあたりのこのお心のまあ変化というかそれを教えていただけますでしょうか。はいはい、もともとですね、はい、あのー、結構僕は痩せ方で病気持ちだったんですね。はいはい、ですから十四の年で料理人として厨房に入り。はい 当時はまだ厨房の換気もあまり良くなくそれから自然料理ですから唐辛子の効いた料理をよく食べる。厨房って暑いですから氷水飲みながら唐辛子の料理を食べ当時はまだ油っていいますとねオリーブじゃなくてねラードなんですですから料理がお客さんが食べた料理は戻ってくる頃にはわざわに油固まってまったですかで 固まる油と辛いのと氷水と換気の悪いところで仕事をしてましたから、はい、目の病気鼻の病気、うん、胃の病気、はい、いろんな病気したんですね。はい、で当然重たまの持ちますし、はい、痩せてますから腰の病気、うん、で小さい若い子からもいろんな病気をしたので、はい、なんとかそれを改善したいと。はい、で14で料理の道に入り17で料理長代理で横浜に行った時に、はい、中川にたまたま。 薬局という漢方の薬局がありましで、そこの石原先生っていうのは漢方医の先生でその先生と友達になりまして健康にどう食べたらいいかと何がどういいかということを教わりながら料理をしながらですから薬膳料理とか体にいい料理とかってすごく興味があったんで食べながら自分の体をモデルにしましたやってたのが始まりですね。そんなことで 料理はおいしいだけじゃなくて健康にもいいと食べ方によっては長生きもあると若返りもあるといろんなことで食とそれをなんとか多くの方々に心のケアと体のケアということで食とそして霊的な栄養と肉的な栄養と65っていうのは一つの定年でもあったので残された時を教会のそういう。 伝道活動に料理教室をしながら、はい、あの神様を伝えていけたらいいなというふうによくこう「うん、異色同源」みたいな日本食よりももともと中華料理の方が、うん、えそのエッセンスというのはたくさんあるように思っていたんですけどもそれでよろしいんです,かそうですね あのもちろん中国料理も日本料理も韓国料理も全てそうなんですけどもただその中であのどういう捉え方をしてるかはいまあ四季折々なるべくその身近なものをであの一物全体っていいますから種も実も皮も,皮も全てをどう上手に料理するかはいでも一番分かりやすく言いますと例えばお米ですとあの白米っていうのはあの栄養 かの中ではやっぱりかけるところがあるので、はいえー、おかずを上手に取り合わせないといけない、はいはい、ところ玄米ですと、はい、もう梅干しとたくあんぐらいで栄養が足りちゃうという、はい、はい。ですから完全食ですね、うん、神様が作りましたお米も麦もそうなんですけども、はい、丸ごと上手に利用すると、はい、栄養のもう80%ぐらいはそれで間に合っちゃうあなるほど、はい ですからそれをどう上手に取るかを一緒に勉強しましょうよというのがやっぱり食の,あの根底にありますね。特に創世紀見ますとああの種のあるもの、はい、で当時食生活を見ますとねほとんどが生食が多かったんですねあ生でなぜ生がいいかっていうと、はい、まあ中にやはりあの酵素とかう、はい、そういうものはたくさん 含まれていで加熱をしちゃいますと酵素ってなくなっちゃいますし、うん、土地もあんまりいじくりすぎちゃいますと、はい、栄養が変わってきますよね、はい、ですから昔のいいところというのはよくあの種なしぶどうっていうのを召し上がったことあると思うんですね。と、はい、はい、うの、ん、はやっぱり種があることが生命ですから、うんはい、ですから玄米を水につけると芽が出ますけども、はい、白米を水につけると腐ってしまうという。 生命のあるもの命のあるものを、うん、我々の食生活の中にどう上手に取り込むかというのが、はい、食の基本ですね。はい、なるほど、はい じゃあ人があんまりこういじって開発をしてしまったり、はい、変にひょ漂白して白くしてしまったりすると、はい、神様がもともと私たちにくださっていた栄養価っていうのは、はい、な,なくなっちゃうということなんですね。です,ねはい、ですからおいしさを追求するか体にとっておいしいのか、はい、口にとっておいしいのか。じゃあ体にとっておいしいものをもっともっと考えないと現代人はいね、い,にいけないですよね。本の中にに食事について、うんえ 腸内食っていう、はい、あのが進めてくださってるんですけども、はい、これはどどんなお食事なんでしか簡単に言いますとあの私たちの体の中で取ったものが栄養吸収され、はい、カスが排出されますよね、はい、ところがいい血液を作るのは、はい、腸で作られるので腸の中が汚れているっていうことは、うん、いい血液ができない、はい、ですから朝 食事をしたお茶碗を洗わないでまたお昼使うことないですよね毎食ごと洗いますねということはどれだけ腸の中をいつもきれいにしているかなということになりますね中国人の食の考え方というのは栄養価のあるものをたくさん取るということの前にどれだけ毎日スムーズな排泄があるかということを重視します日本の方は2日3日便秘でも怖がらない1週間はちょっと辛いかなと思うがで 1>, 1日できたらです、ねはい、食事あるたびですから、はい、一番健全なことはですねやっぱり1日に3食であれば3回出る 2>,、はい、2食であれば2回出るというぐらいですね最低1回は毎日おトイレに行かないとですね、うんはい、これは健康にとっては非常によくないとい、はいはい、腸の中をどれだけきれいにするかによって、うん、その人の寿命が決まるというぐらい。なるるほどそうすると 腸にいいお食事っていうのは例えばどんな取り方をすか簡単に言いますと腸の中で必要なのは善玉菌善玉菌の栄養っていうのは乳酸菌とか酵素とかそういう微生物ですねそれは生きてるということになりますから地球上の最初にあったは微生物その生きたものを中に入れるということはなるべく 加熱してないるほどなるほど、はい、先生そうすると加熱していない果物とか。と、ね、いうことですかあの、はい、な生のお肉とか生のお魚っていうとちょっと危ないかなと思っちゃうんですか、はい、ですから基本的には野菜果物をなるべく生で毎食少しずつ取れるといいってことですね。これは酵素ですけども、はい、で乳酸菌になってきますと、はい、じゃ発酵ですよね今度は。 納豆とか、はい、キムチとか、はい、漬物とか、はいはい、ですから発酵食品と生のお野菜を上手に毎食とって腸の中をいつもきれいにすることが美肌美容にとてもよろしいですし病気に対する免疫抵抗も上がってくると。なるほどあのじゃあ 番組をご覧の皆さんの中で多分お魚が好きお肉が好きっていう方もたくさんおられると思うんですけども火を加熱するというか火を通したものはどのののくらいいい割合ででで食べていいものなんでしょうか、はいはい、そうかそすねあの簡単に言いますとね腸の中がどうかっていうことは肌に出ますからそれからお通じがあるかどうかっていうのはこれ毎日自分で検査できますよね。繊維が足りている っていうことは、体臭も口臭も臭くないです。はい。はい。あの便も匂いがないんですね。うん、はい。ですから、自分の体臭、口臭が匂ってるなっていうことは。腸の中に腐敗菌が多いですよと、乳酸菌が少ないですよと。はい。ですから、一週間十日は肉を全部やめて。うん、野菜、果物を取って。まず一回きれいにして。はい、それから。お肉は一、ああ、一週間に二回。 とか、周囲ですね、されたらいいんじゃないかと思いますけど。なるほどね、じゃ、あの毎日取られてるという方は、ちょっと、ちょっとストップしてみて。週に一回とか、まあ、十日ぐらいは、そのお野菜と果物だけで過ごしてみるとかっていうのでも。とてい綺麗になるんですね。なるほど。ちょっとやって、私もやらなきゃいけないかなと思いました。はい。ええ、たくさん伺いたいことがあるんですけども、じゃ、最後のご質問なんですが。ええ、先生のこれからのビジョンを教えてください。えっと、正直ましたね。はい。 <laughs> えー、と14で父親と一緒に母親と一緒に教会に行き始めて二十、はい、歳で生年を受けまして26結婚27両親亡くなってから、はい、13年教会離れたんですね。はい、でも、えー、子供のことを通して教会に戻り、はい、それで教会で役員もしいろんな方針をしてきて、はい、それでですねあの65の時に教会に あのキリストの料理人ということで、はい、全国の教会を回りながら、はい、エデンの園の食卓っていうことで、うん、私たちが本当に食べなければいけないもの何なのかということを伝え歩こうと思ったんですよ、うんはい、僕のこの本を出して、はい、この本を出したきっかけにですね、はい、お読みいただいた教会で必要だったら料理を教えますよと、はい、とは神様の計画と違ったんですね、はい、うちの教会実は2年前に あの牧師先生が新しく来られて、はい、で今まで日本語礼拝中国語礼拝あったんですけども、はい、合同にしましてね 2>,、はい、で2年間合同礼拝の後に、はい、今年の6月からまた日本語礼拝分かれて、はい、独立して、まあ、独立っていうかまあ一つの教会の中で日本語でメッセージ日本語で集会ということを計画した時に、はい、牧師先生は思ってからあの外部の先生は呼ばない。も当然 日本は得意じゃないので,、はい、で私たち役員に交代で準備しなさいと。はいはい、で6月から準備し7月から実際に礼拝始めてまだ3か月なんですけども、はい、今毎日のように教会の中での出来事を牧師ではないんですけど忙しいんですね。はい、で僕の信仰人生の中でこんなに充実している。 こととはないいぐらいに、はい、今てても従事しています、はい、ですから僕の計画は全国に、うん、料理を鍋か守って教えながらと思ったんですけども、うんはい、神様は今の教会にとどまって日本語でメッセージをし、うんね、そして本当に自分の中で持っている今までの証を、はい、神様のためにこの教会でもうしばらく使いなさいと。うんはいで 最近一つ大きな勉強したのは、はい、私はとても家内のことを愛していて、はい、どんなことでも家内とコミュニケーションがうまくいくんですけども、はい、一つのことだけコミュニケーションができないんですね。でなぜこのことに関してだけ意見がうまくいかないのか。はい 他のことは大体のことは通じるんですけれども、はい、でちょうど7月から毎月メッセージをするようになって創世紀をもう一度勉強した時にですね、はい「十、う、一、ん、章」の一節から九節のところに「バベルの塔」の話が出てきたんですね、はい。はい、でその時代は言葉は一つ、うん。でところが人間は傲慢になるという。 した、はいうん、で何回も何回もそこのとこを読み直して読み直して読み直しなぜ神様はわざわざ人間の言葉をね、うん、言葉を増やすのはまだ分かったんですけど、はい、意思を通じなくしたっていうところはどうしても最初理解できなかったんですね。はいはい、でところがよくよくく 私と家内と同じ日本語で会話をしていて、はい、ほとんどのことは通じるんですけども、はい、そこのとこだけは通じない、はい、でそれにはやっぱり僕の話し方とかが少し傲慢になったりすると、うん、普段通通じじることでもなすごくはっきり、はい、僕のことを言葉の会話の中に 指摘しててくれてる、うん、その家内の,そのキャッチしてくれてることっていうのはまさしく今私たちの教会で必要なコミュニケーション、うんはい、で今あの一つ最初に始めたことは本音で正直に伝達する、はいうん、で本音で正直に伝えるっていうのは分かるんですけど、はい、伝達っていうことは 伝え届ける。はい、私たちはだいたいこう言って、伝わったと思うんですけれども。うん、実際に相手がどう理解したか確認しないんですね。はい,はい。はい。ですから言った通りに伝わらないことは多いんですね。はい,はい。はい。言った通りに理解されない。はい。でそういうふうに見て、逆に。自分が言ったことを確認してみると。うん。だいたい半分以上は伝わってないですね。うん。そうですね。伝わらないこと多いですよね。はい、半分以上は理解されて、ねはい。うんうん、ところは一回出した言葉というのは。 永遠に残るんですねそのことを今勉強して、はい、今は一日一日を本当に神様に導いていただいて、はい、僕のビジョン計画よりは神様が僕をこれからどう使われるのかな、うん、っていうのが今一日一日の,あの歩みです。はい、はい いや本当に貴重なお話をまだまだ伺いたいことがたくさんあるんですけどもまた私たちも神様のビジョンを、はいまあ、総先生がどういうふうに体現されるかをね、はい、楽しみにしていきたいと思います今日本当に貴重なお話をありがとうございましたいえいえありがとうございますはい、えー、それでは私たちはこれから、えー、総先生の生の声で労働をしていただきまして本の旅を楽しみたいと思います真珠を止めた神の手こうして一年ばかりが経ち 私は6歳になりました相変わらず家族の生,は生活は苦しく食や食わずの毎日でした借金の返済の目処も立たず子供たちに満足な食事もきちんとした身なりもさせることができないことを両親の心を絶望にいっぱいだったようですいつかそういうことを考え始めたのか分かりませんが二人はいつかしか 一家真珠ということを話し合うようになりましたなあお前こんなことをしていても借金は返せるあてがないし子供たちを飢えて殺して死んでしまうそのかわそうなことを家族みんなでかわいそうだから私もそう考えるようになりましたでも私たちはそれでよくても子供たちには将来がありますだがこのまま今の生活を続けてる子供たちがひもじい思いをして 死ぬようであれば帰って一層のことみんなでというふうに言ったときに母親はそれ以上何も言わず涙をこぼしていたそうです私たちは子供だったから両親がこんな切羽詰まった話をしていることなどは思いもよりませんでした今週のブックスケッチです <music> もうあっという間に時間が経ってしまいましてまだまだ伺いたいことがたくさんあったんですけどもえーまあ中華の冷凍食品がそういう形でえまあ試行錯誤を経て開発されてきたというのも本当に今日、総先生の話を伺ってよく分かりました、もう毎日冷凍食品のお世話になっている私としてはやっぱりありがたいものは時間をかけて作られてきたんだなということがよく分かりました。 そしてすごく印象的だったのはさすがにクリスチャンの料理家でいらっしゃる先生のの言葉から出たそのエデンの食卓というのは本当にハッとさせられる言葉でした神様がくださった栄養素というかその食品をあんまりこう人間が人間的に人工的に加工してしまうと栄養がなくなってしまうんだなということも教えていただきました私たちは本当に神様がくださった、ね、お野菜とか 果のとかをまあ、手を入れずにというか生のままでいただくことの恵みというのももう一度、えー、改めてね考えさせられました皆さんの栄養のあるものをこれから取って、えー、腸の中を健康にして長生きして新婚生活を、えー、共に歩んでいきたいなと思っております、えー、次回また本の旅でお会いしましょうありがとうございました